やろ。あ、シュープロありがとうございます。そう、今日シュープロの発売日だったんで、私も本屋さん行ったんですけど売ってなかったんですよね。だから買えなかったんです。そう、売ってなくて私は買えなかったんですけど、日本終わりに雨の中ちょっとマジで勇気出して行ったのに売ってなかったんで結構萎えちゃいましたね。 そう、またリベンジします。もう最近の私は結構眠たいですね。 眠たい、ずっと眠たい。28時間で人生狂いました。もう28時間の筋肉痛はもう治った。背中めっちゃ痛かったんですけどもう治りました。お、ヨドバシ .com ありがとうございます。お、ゲットした、ありがとう。結婚して無理です。 無理だって、もう今度夜遅いから無理ですよ。あ、おめで、誕生日おめでとう。遅くなっちゃったけど、おめでとう。2冊買った、ありがとうございます。いや、28時間みんな見てましたか？みんなはどれぐらい見たの？あ、そう、明日ポトレ発売日ですよ。みんな気をつけてくださいね。6時だった気がする。後楽園のポトレが出ます。そう、もう全然最近みんなに会えてないんで、お話できてないんで、そう、明日ポトレゲットしてください。夜更かしきつい、わかる、きつい。あと、なんか家での夜更かしはいけるけど、やっぱ働くのきつい。急にめっちゃきつい。あとトーク会の受付も結構迫ってるよ。今ゲットしてください皆さん。今の今 今の今ゲットしてくださいね。いろばありがとうございます。ありがとうございます。いや、28時間はめっちゃ疲れたけどめっちゃ楽しかった。メンバーみんな絶対疲れてましたもんね。何かしらみんなどこかで寝不足になってた。そう、誕生日プレゼントありがとうございます。あ、後楽園待ってますね。Amazon で注文しました。ありがとうございます。そしたらネタを楽しみにしてます。写真撮ろうね。28時間お疲れ様でした。ありがとうございます。なんかね、 K2 やる気なさそうみたいなめっちゃ言われてたけど意外とできましたね。不思議ですね。ね、めっちゃ見やすかった。視界良好でしたね。シープロ来週号にはピンナップがつく。そうなんですね、知らんかった。そうなんや。でも今回シープロさんめっちゃ頭の方に記事があってびっくりしました。いつも結構めっちゃバーってやらないと見つけられないんで、いつもの勢いでバーっていったらもう通り過ぎてて、えってなった、びっくりした。嬉しいですね。結婚して見逃したんで無理です。後でみんなゲットしてください。でももうさ、後楽園のポトレが出るってことは結構近づいてきたってことですよね。びっ
くり、あっという間でしたね。あっという間だった。あ、パネル応募してください。可愛い写真いっぱいあったね。7月の後楽園をゲットありがとうございます。嬉しいです。そう、7月の後楽園、6月もあるし出るので皆さん来てくださいね。次会えるのは、あ、でもサンリオのイベントが最初かな。次は私はおしみさん生誕祭出れないので転んでないんですけど出れなかった。普通に今年はちょっと、今年もちょっとそう出たかったんですけど、なんで次はサンリオの時かな、人目に出るのは人目につくのは、人前に出るのは。そう、サンリオのイベント今日もリハしてるんですけど、そうなんです、結構みんなで頑張ってるんで来てください。そう、ポチャッコグッズ、あれパルコでもなんか売るらしいですね。名古屋パルコで、すごくないですか、名古屋パルコでポップアップある、ポップアップあるっていうなんか情報を見ましたそう、そうなの、そう、演劇っていうんですか、パートがあって、ちょっと今までのライブとは結構違う感じ。でも昔はよくやってましたもんね昔はよくなんか大きいライブとかに演劇みたいなのが挟まってたんですけど、そう、今回はサンリオキャラクターとみたいな感じなんで、結構すごい斬新ですよとっても斬新ですよ。面白いんでみんな来てください。私は結構何回も見てるんですけど普通に笑ってますめっちゃ結構ツボに入ってるところが何個かあって、普通におもろいはい、皆さんぜひ来てください。でも言うてもさ、2週間後とか2週間後とかですかね。うん、1週間、2週間はないけど結構先やな。結構先やな、思ったより先やった。まあ楽しみにしてますね。でもパルコはもう今週の金曜とか木曜ぐらいから確か始まるらしいから、確かね、あんまく私詳しく見てないんであれですけど、お風呂沸きます。やった、早く寝たいわ。みんなも早く寝ないとあかんのに、雪のせいで夜更かしになって。あ、クモありがとうございます。ミラバもありがとう。フラスもありがとうございます。ありがとうございます。私のせいでみんな夜更かししてる。みんなは早く寝る人やろ、ほんま。私ももう明日からは早く寝れそうです。もう今日まで結構忙しかったんで。健康診断行ってきます。羨ましいです。私も行きたいけど、行きたい気持ちと実際行くかっていうのは別ですよねお風呂沸いた。お、お風呂沸きましたね。ここまで来ちゃうんだから良質な眠りにつけ、え、雪すごいやん、めっちゃすごいやん。みんな寝てください。結婚して無理、お風呂沸いたから無理。
残念。毎日1時ぐらいまで起きて、私最近本当にやばくて、気づいたら3時とか4時とかなって、そうめっちゃ遅いんですよ。けどもうやめます、そういうのは。もうやめる。やめます、早く寝ます、本当に早く寝ます。もうダメですよ、今日は特にいっぱい動いたから。早く寝ないとね。イラブありがとう、またまた、ありがとうね。採血で朝できる、朝できるんだ、あんまできたことないな。採血はしたこといっぱいあるけど、私血管めっちゃ見えてるんですよ。血管マジでめっちゃ出てるから超やりやすそう。めっちゃ出てるんやけど、なんか儲からへんな、配信やと伝わらへんけど、めっちゃぶっとい血管があるんですよ。ぶっとい血管があって、もうここら辺めっちゃぶっといのがあってね、もう伝わらへんか。そうだからめっちゃやりやすいって。そう、プーショット回も撮りました。え、天才ちゃんありがとう。お、ツーショット会追加していた。天才ありがとうございます、待ってます。ツーショット会、ツーショット会、なんか雪忘れてる気がする、あれ雪忘れ、なんか忘れちゃいけないこと忘れてる気がするけど、まあいいか。採血者さんの血管わかるん、ほんまにわかりやすい、そんなにわかりやすい、でも全然わからへん、ちょっとわかんないですね、けどめっちゃ出てます。ツーショット会来てくれたら見せてあげるわ。そんなんで釣られる人いるんかな、来てくれたら見せてあげるわ。ミキが、え、何の話っていう可能性結構高いですから早めに来てくださいね。職業柄そうなん、すごい、みんなに見せたいのになんかちょっと今日薄いわ、恥ずかしがってる。いや、5月の週とかだけど使用できないコーナーでも変わり分、取り返して、それは。それは取り返して、絶対ですよ。会場限、会場限定やで、見せら、なんか配信と全然伝わんないし、血管もなんか出たがってないんで、全然今日やめてきます。おせいさんディズニーで、そうディズニー連れてった。おしりさんはね、すごい誕生日を重んじるからね。そう、誕生日を重んじはるタイプやから、楽しませないとと思って。私は結構闇深いんですけど、 SK 入ったばっかの頃あんま祝われなかったんで、あんま期待しなくなりましたね。マジで闇深い。もうミラブありがとうございます、15分ありがとうございます、今日もありがとうございます。久しぶりになってすいません、本当に全然毎日アイドルじゃなくなってしまった。また明日、何すんやろ、そろそろ毎日アイドルに戻れると思います。セーターサイト卒コン、ああね、でも昔いたくない、ゆかりさんとかやってたくない、分からへん、やってたくない。みなもありがとうございます、ありがとうございます。さっき生誕祭卒業公演でやってる人見たことある気がする、
よしおめでとう、ありがとうございます。ハートもありがとうございます。生徒さん大好きですか？え、全然好きではないよ。耐えれる力が身についただけ。あとみんなが楽しませてくれるから、そう、それみんながいるから楽しいって感じ。これみんなおらんかったら全然楽しくないから、だからみんな来てください、本当に絶対来てください。こんな夜まで起きた雪の配信見てくれてるんやから、絶対みんな来てください。劇場で会おうね。だもうそろそろ生誕祭来るから、うん、ゆきちゃん生誕来た、待ってる、来てね。シュープレを目覚めます、よろしく。図書とかで聞かれていいよ。ビッグビッグアイズ、アイズ嘘、目でかいって。 Thank you。 誕生日ね、みんなお祝いしに来てください、待ってます、お待ちしてます。もう59分か、終わりですね、あと少し。早い、早いってか始めるの遅いっていうかあれですけど、明日もできたらやります。また毎日アイドルになれるように頑張ります。でもあんまできる時にしかしないんですけどねじゃあまた皆さん会いましょうね。夜更かしありがとうございます。また会おうね、バイバーイ、おやすみなさい、さようなら。